ザホスト美しき侵略者は2013年のアメリカ合衆国の SF 恋愛映画ステファニー・メイヤーの SF 恋愛小説ザホストを原作としている人類はソウルと呼ばれる宇宙から飛来した侵略者に肉体を乗っ取られ絶滅寸前だった知的生命体の脳に寄生するソウルに対しわずかに生き残った人類はレジュスタンスとなって 反抗の機会を伺っていた。レジスタンスの少女、メラニーは、奮闘を虚しく、シーカーと呼ばれる、人間狩りに従事するソウルに追い詰められ、仲間の身を守るために、高所から身を投げて、死を選んだが、生きながらいたメラニーは、ワンダラーという名のソウルを寄生させられてしまう。その結果、メラニーの精神は、ワンダラーに寄生されたにもかかわらず消滅せず、メラニーの肉体は、 ワンダラーとメラニーという二つの魂を宿らせることとなった。一方、千年の長きに渡り宇宙を放浪してきたワンダラーも他のソウルとは異なっていた。肉親や恋人を思うメラニーの強い意志に打たれたワンダラーはメラニーの仲間のレジスタンスと暮らすことを選び、レジスタンスの一人と種族を超えた恋にまで落ちる。人類への侵略が誤りだと悟ったワンダラーは ソウルを殺さずに人類から取り出せば人類を蘇らせることができることとその方法をレジスタンスに伝え自らはメラニーに自分の肉体を取り戻させるため死を選ぶことを決意する。役名俳優日本語吹き替えザホストブリティッシュボードオブフィルムクラセファケーション2013年3月23日閲覧 ABC ザホスト ボックスオフィスモジョ2013年3月29日。閲覧。ありがとうございます。